とても素直でいい駅長さんでして、まあ、笑顔でですね見守ってくれることを切に思いたいと思います。日の太駅の階段を降りてきてすぐの場所に雪の城くんがいつも待機してくださって、もう元からワンちゃんが大好きなお客さんとかもすぐ駆け寄って、わーっていう感じ で一緒に記念撮影とか楽しまれてて、でワンちゃん苦手な方とかだと最初はこうちょっと遠巻きに眺めるような感じで様子を見る感じだったんですけど、雪の城くん本当にいつも穏やかで、優しい感じ、で吠えることも全くなかったので、そのちょっと苦手意識のある方でも最終的には近くに行って撫でたりとか、隣で写真撮ったりとか、本当に優しい触れ合いの時間っていうのが毎週土曜日に見られました。本当にお父さんとでお父さんが撫でてやれば喜んでおりました。でもこの5月29日の5時半に本当に健やかに天に召されていきました。虹の橋を渡りました。本当に私たち素人で飼った犬ですけれども、お利口さんであったことと私たちが希望した飼い方ができたので、こんなにたくさんの皆さんから愛され、こんな天下の夢を作っていただくような、こんなことになりまして本当に感謝しております。ありがとうございました。